新関西国際空港株式会社は大阪国際空港と関西国際空港の一体的運営のために関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律に基づき2012年4月に設立された株式会社新関空会社と表現される場合もある2012年7月に 大阪国際空港と関西国際空港の一体運営を開始した。関西国際空港及び大阪国際空港が別々に運営されている非効率な状況を改善するために両空港の経営を統合して設置及び管理を一体的かつ効率的に行うために特別法により設立された。国が所有する関西国際空港株式会社の株式及び 大阪国際空港の資産を現物出資することで新関西国際空港株式会社が設立された新関西国際空港株式会社の株式は政府がすべて保有しなければならないことが法律上規定されている2012年7月に従前の関西国際空港株式会社は会社分割を行い空港用地の保有をび管理以外の業務を 新関西国際空港株式会社に承継し、同社の子会社である、関西国際空港土地保有株式会社となった。両空港の不動産のすべてを保有するわけではなく、大阪国際空港の用地と両空港のターミナルビルは所有するが、関西国際空港の空港用地は、国土交通大臣が指定する、関西国際空港土地保有株式会社が所有し、 同社から新幹線国際空港株式会社が貸し付けを受けている。なお、大阪国際空港のターミナルビルの保有及び運営をしていた大阪国際空港ターミナル株式会社は統合スキームにおいては統合対象となってはいなかったが、一体的運営の見地から新幹線国際空港会社が全株式を取得する方向で協議が行われた。その結果、 2013年12月27日までに既存の株主からすべての発行済み株式を買い取り完全子会社とし2016年4月1日に九州合併している2016年4月1日より関西国際空港と大阪国際空港の運営が関西エアポートに移管されたが運営権者が適切に空港運営を行っているかをモニタリングを行う 他、5年間は、実際の飛行場運用業務等の特定業務の委託を行う予定である。現在運営している2空港以外の運営にも、意欲を示しており、仙台空港、神戸空港や、東南アジアの空港を候補に挙げている。関西国際空港土地保有以外の関連会社の、株式は全て関西エアポートに譲渡された。ありがとうございます。